ミツクリザメ、ミツクリザメ、ミツクリザメ、革命、ミツクリナオストニは、ネズミザメ目、ミツクリザメ科に属するサメ。ミツクリザメ科は、ミツクリザメ属一属で、本種のみを含む、希少種。日本の東京湾、駿河湾、相模湾などをはじめ、世界各地で散発的に報告されている。表層から水深1300メートル、あるいはそれ以上の深海に生息する。 推定全長6メートル、ブレード状の長い糞が特徴である。写真や図では、顎が飛び出した状態のものが多いが、通常遊泳寺は奥に引っ込んでいる。学名三作りのオストには、発見者アラン・オーストンと、東京大学三崎臨海実験所の初代所長であった三作りかきに捧げられたものである。オーストンは、イギリスの貿易省であったが、実験所の研究に理解を示し、 ドレッジ、特に新書にいる海洋生物を採集するための網で捕獲した生物をたびたび寄贈していたようである。ある日、彼は相模湾を航行中にこれまでに見たことのない奇妙な生物を採集した。この見くりザメの記念すべき第1号は実験書に寄贈された後、1898年、アメリカの魚類学者デイビッド・スター・ジョーダンにより全くの新種であることが、 確認され、見つくりなオストニと名付けられた。英語では、ゴブリンシャークと呼ばれているが、これは、本州の別名、天狗ザメの翻訳である。世界各地から報告があるが、出現は稀。これまでの報告は、ほとんどが日本からのものである。特に、駿河湾や相模湾など水深が1000メートル以上になる、深海湾でよく見られる。また、千葉県沖の東京湾海帝国。 東京海帝国の入り口で多くの養魚が見つかり量の網にかかることがある。2003年にはそれまで報告がなかった台湾の北西沖で100尾を超える非常に多数のミツクリザメが漁獲されている。他には太平洋西部のオーストラリアや大西洋のギアナ、ビスケー湾、マデーラ諸島、インド洋の南アフリカなどの周辺海域で生息が確認されている。 生息水深帯は30から1300メートル維新。最大全長は、推定540から617センチメートル。生存時の体色はやや灰色がかった薄。ピンク色で、死後は、褐色。さらに時間が経過すると灰色になる。やや透明な皮膚の下には、血管が走っており、それが生きている時の独特なピンク色を生み出している。背には、 比較的小さな背びれを2機、また、胸びれ、腹びれ、尻びれを備える。尾びれは常用、上半分が長く、下葉、下半分は常用に比べてかなり短い。このタイプの大ひれを持つサメは、低生性であることが多く、あまり早くは泳げないと考えられる。体には古代のサメの特徴を残しており、生きている化石などとも呼ばれる。 大きく突出した、扁平な糞、頭部先端の尖った部分が特徴である。糞には、電気受容器のロレンチニビンを多数備えており、海底の餌を探すのに役立っている。糞は、軟骨性で柔軟なため、カジキ類の糞のように攻撃や防御を行うには、適していない。ミツクリザメは顎が前方に突出した姿で描かれることが多いが、突出自体は、 サメ類が共通して持っている性質であり、さほど驚くに値しない。本種の場合は、顎が容易に、しかも、かなり顕著に突出して目立つため、そのように描かれるのであろう。上顎は湾曲し、鳥のくちばしのような形をしている。口の前半部の葉は長く尖り、表面は滑らかで内側に向けて曲がっている。それに対して、後半部の葉は、やや短く、 物を噛み砕くのに適している。ミツクリザメは、戦場で逆さに釣り上げられると顎が飛び出し、くちばしのような口には、多数の鋭い歯がむき出しになる。自身の体重で、顔は膨らみ、ぶよぶよした、柔らかい体はみるみる褐色に、変色、さらに大量出血により、全身が赤く染まる、深海生息のため、水揚げに伴う周囲の水圧の有無、変化によると去る。 ミツクリザメはその長い封を使って海底の餌生物を探し出し大きく顎を突出させて獲物を捕らえるものと考えられており長く鋭く伸びた棘のような葉は肉を食いちぎるというより加えた獲物を逃がさないために働いていると推測されるカニなど硬い甲羅を持つものは奥歯で噛み砕いて食べる餌は主に深海性の甲殻類や糖塞類 甲骨魚類や他のサメ類である。オスの成熟サイズは全長 264cm、メスは全長 335cm、妊娠メスは知られていないが、ネズミザメ目に広く見られる卵食型と予想される。2008年、平成20年8月31日に放送された NHK スペシャルと2010年5月15日に放送された TBS のバラエティ番組、飛び出せ。科学んの中で、ミツクリザメが、ダイバーの腕に噛みつくシーンが放送されたが、これは、サメの顎の動きを確かめるためにあえて噛ませたものであり、基本的には人に対して、危害を加えることはない。水族館での生態展示は、ごく稀にあるものの、長期飼育は困難である。東海大学海洋科学博物館。 静岡県にあるマズコ深海水族館、静岡県、淡島マリパーク、静岡県、泉都シーパラダイス、静岡県、葛西臨海水族園、東京都、新栄の島水族館、神奈川県で数回の生態展示実績がある。白製標本は、世界各地の水族館や、博物館が所有している。一部では販売も行っている。日本では、 品川水族館、東京都、京急油壺マリンパーク、神奈川県、葉山塩彩博物館、神奈川県、世界、クワガタムシ博物館、埼玉県、駿河湾深海生物博物館、静岡県などで見ることができる。東海大学海洋科学博物館では、液新標本を展示している。2013年11月13日。 神奈川県横須賀市の相模湾長井沖で、水深約300メートルの海底に設置された、カニ漁の差し網に、ミツクリザメ13匹がかかっているのが発見された。体長およそ1.5メートルほどで若い生態とみられ、発見時に生存していた11匹が、八景島シーパラダイスに移送され、翌11月14日から、飼育展示されていた。 2013年11月18日朝までにすべての個体が死亡し展示を終了した。同水族館ではこれ以外にも複数の飼育記録を持っている。2016年12月24日には下田海中水族館、静岡県に1.5メートルほどの個体が5匹搬入され、そのうち3匹を展示していた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。